ああ、また来てや、トレクルの、トレクルバッド週間。ほんときつい。もうね、トレジャークルーズっていうゲームは面白いんですけど、その分反動が大きいっていうか、俺ね、まあ、単純に自分のミスなんですよ。で、やる気失せたなって思ったのは、まず、トレジャークルーズ今、やってますよ。なんか、大連戦って言って。トレジャーマップで。トレジャーマップやります。ミホークです。めっちゃ強いんですよ。体力1.3倍、攻撃力斬撃タイプ2.5倍で、必殺技使用時、3.5倍。攻撃力が3.5倍、斬撃タイプのね。で、さらに、スキル内容は、なんだっけな。攻撃力100倍、全体ダメージ、加えて、スロット影響2倍、そして、チェインブロック2.5倍。だよね。チェインブロック2.5倍だよーって言われて。で、なんで俺がこんなテンション低いの？まあ、船長が斬撃タイプならね。なんでテンション低いの？あのね、4つ5つくらいあって、まずドンってもらったミホーク、いや、その必殺技については良かったっすよ。あ、これ前情報あったんで、その必殺技ね、限界突破しないとダメだよ。よかったけど、この力慎みは戦場、戦長効果がね、斬撃タイプのキャラの攻撃1.2倍、体力1.1倍を使用したターンは斬撃タイプがさらに1.35倍。ねえ、これ。なあ、ねえ、これ。さすがにこれないんじゃないのって思いました。めっちゃ強いがゆえに限界、それもなんかね、限界突破すんのにレベルも上げなきゃいけないわって言っても地獄ですよね。マジきつい、本当に。お金がなんか820万かかるしね。あ、リアルマネーじゃなくて、こっちの世界の820万ベリーですよ。で、それも、うーわーって思って、うわ、運営こんなことするって思った。はっきり言ってね。で、能力スロット4つ、初期必殺ターン15。してやられましたよ。で、なんかさ、で、必要なアイテム見たわけよ。そしたらね、まあ、ミホークのかけら、ミホーク力のかけら637個。ミホークのかけらのでかいバージョン、が、あのね、まあ、561個。で、ミホークの宝玉101個。バカじゃねえの。ねえ、こうなるよ。びっくりするわ、こんなのよ。異常だよ、さすがに。いや、なんつうんだろうな。いや、こんなにしてまでミホーク使わせたくないって思う。で、もうテンションだだ下がりで、ちょっと気分転換ガチャしようって思って、4つ全部既存キャラ。で、20個使っちゃったわけよ。で、20個使ったら、あ、そうだ、周回用の虹の宝石なくなったって言っても30句でしょ？気分転換にやろうと思ったら。で、うーわって思って、多分今ね、ちょっともうガチャゲンのキャラ全部売ったわけよ。ポイント交換したわけよ。で、ポイント交換してまた50区、60区が来る。あと何が嫌かって、周回に心折られたね。同キャラ使用がめんどくさいんだ。あれが。めんどくさすぎるわーって思って。本当俺周回ゲーム合わねえって思った。ちょっと俺もうトリクルやんのやめるわ、マジで。頭くんだよ、周回しろって言われて。ほんと周回苦手なんだよね。集中力が持たない。やめます。で、明日のジョブ見ます。もうじゃあね。あとトレジャークルーズの、まあ、初心者のみんな僕みたいにならないために、ガチャで、そんなに虹の宝石使うな。それだけですね。